うん、いいね。これはこのまま行って、まあ、これは撃たないで、まあ、あえてやられていって、まあ、裏からあれかな、ゴースト出していって、まあ、こいつを起点にね、シャドウパンチを貯めていって、で、おそらくね、マッキョにね、それ当てていけば勝てると思うので、ここはあれかな、ゴーストを出していって、で、多分ね、戻ってきたマッキョに対して、今度はこちらマレリルを出していって、で、まあ、ちょっと削りを入れていって、相手はね、こちらを倒すためにね、技を打ってくると思うので、これでね、技を打たせて、あとはですね、ゴーストがこれ戻ってきてすぐシャドウパンチを打って、で、あとはトロピウスをね、1引っ掛けすれば勝ちなので、もうこれは勝ち確ですね。だけど、ここでシャドウを、嘘でしょ、マジっすか、どうも、トロです。ポケゴの PVP の動画上げさせてもらっております。あれですね、ゴーバトルリーグやるときは、やっぱりね、環境を整えたらダメですね。まさかあそこでね、電池が切れるとはね、あんなタイミングでね、狙ったかのようにね、バッテリーどうのこうのね、参りましたね。だけど、気を取り直して、まあ、1戦目なんですが、こちらマリルリで、相手マッキョですね。これは、相手の個体次第なんですが、まあ、出し勝ってるか出し負けてるかは、まあ、相手の個体次第ですね。マリルリにね、相手のね、ダメージが上がるマッキョであれば、こちら負けてしまうって感じなので、まあ、なんとかしていきたいんですけども、よく見ると相手これマットショット打ってきてるので、これは、勝てるかな。ただこちらね、冷凍ビーム搭載してないので、これ負けかもしれないですね。なので、まあ、どうしようかな。どこかのタイミングで、まあ、ブラッキーで受けていきたいですよね。なので、まあ、ブラッキーで受けていって、この方でもね、うまくかわしていって、で、まあ、マリルリはね、ちょっと温存していこうかなと思います。でね、ブラッキーはね、このパーティーは、あれなんですよ。マリルリを初手で出していって、出し負けたら、ブラッキーを出していって、で、裏から、格闘タイプを誘い出して、ゴーストでガン起点にして戦っていくっていうパーティーなんですけれども、なかなかね、ちょっとうまくいかないですね。今のところ全然ですよね。全然なんだ、格闘タイプ出てきてくれなくて、むしろチルタリスが出てきてしまって、まあ、どうしようかなって感じですね。まあ、でもこれは、まあ、裏のマリルリがなんとかね、戦っていけると思うので、あとブラッキーもね、決してね、悲観するような対面じゃないので、なんとか戦っていけますね。このね、ブラッキーっていうポケモンはね、なんすかね、甘える族ですね。フェアリー、相手がフェアリータイプで甘えるを打ってくるポケモンでない限り、なんだかんだね、どのタイプに対してもね、なんすか、互角以上に、まあ、互角以上っていうあれなんですけども、互角にね、戦えるとはね、このね、ブラッキーの強みですよね。格闘タイプも弱点なんですけれども、とっておきをガンガン打っていけば、それなりに戦っていけますし、マリルリもね、勝てないんですけれども、イカサマをね、ガシガシ打っていくと、まあ、結構削れるので、このブラッキーっていうポケモンはね、中間、なんですかね、中間管理職といいますか、まあ、中間に、ね、置いとくポケモンとしてはね、最高のポケモンなのかなって気がしますね。だけど、まあ、ここで、ブラッキー引いてって、マリルリ出してきました。もう相手のシールドがね、完全に剥がしきることができたので、これはね、戦っていけるんじゃないかなと思って、これマリルリですね。だけどここで、ジャレスクを打っていって、相手のあれですね、チルタリスにとどめを刺していって、で、おそらくね、マッキョが戻ってくると思うんですよ。マッキョが戻ってくるんですが、まあ、こちらはね、なんすかね、シールドも持ってますし、あと、なんすかね、まあ、ブラッキーもね、ゲージが結構溜まって後ろに下がってるので、これは十分戦っていけますね。なので、ここはもうマリルリ切っていって、ね、シルラーゴーストに取っていきたいので、ここは、ブラッキーを出していって、で、ここでイカサマを打っていきたかったんですけれども、打たれちゃいましたね。ただ、これ、どうかな？これ守ったかもしれないな。守りますよね。そうですよね。ここ守って、ここで、イカサマ一発入れるだけで、マッキョにね、まあ、なんだかんだダメージ与えていけるので、ここで、イカサマを当てていって、で、ダメージを与えたら、すぐゴーストを出していって、このマッキョをガン起点にね、してね、戦っていこうかなと思ってます。だけど、ここでゴーストを出していって、まあ、ちょっと技打たれちゃったのが、さすがマッキョって感じで、早くてちょっと厄介なんですけれども、まあ、どうかな。相手の裏次第でなんとかなるかなって感じですね。まあ、裏がゴーストに強かったら終わりなんですけれども、まあ、ゴーストにね、弱ければもうゴーストの独壇場ですね。だけど、ここで出してきたら相手マリルリだったので、これはどうかな。このゴースト、シャドーボールを当てていって、で、相手の冷凍ビームより先にシャドーパンチをぶち込めればっていう感じなんですけれども、ちょっと際どいですね。どうなのかな。まあ、でもどうだろう。打てるかな。打てましたね。なので、まあ、ここでシャドーパンチを打っていって、で、相手を倒してね、終わりっていう感じですかね。
コンストはやっぱ、あれですよね、相手を起点にした後の動きが強いですよね。うん。だけど、まあ、対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、なんすかね、マリルリを初手で出していって、うん、で、まあ、マリルリが出し負けたらブラッキーを出していって、ブラッキーに強いのを引っ張ってきて、ゴーストで起点にするっていうパーティーなので、まあ、それがうまくいくといいんですけれども、まあ、なかなかね、うまくいかないですね。で、まあ、ここで、マリルリ相手出てきて、エアムのですね、この対面は、まあ、出しがち、出し負け、どうなのかな、微妙なところです。相手がブレイブワードを使えるようになってしまったので、もう出し負けになってしまったかもしれないですね。だけど、ここで相手が、まあ、おそらくこれブレイブワードでしょうね。結構溜めてきてるので、多分ブレイブワードを打ち逃げするっていう動きをしてくるかなと思います。で、まあ、こちらハイドロポンプ打ってしまってるので、まあ、これ交代受けされてれなきゃいいんですけれども、うん、これ同時発動交代受けしっかりされちゃってますね。で、まあ、ここで出てきたのマリルリだったかな。うん、マリルリですね、うん。ちょっとハイドロポンプもったいなかったんですけれども、まあ、しょうがないですね。うん、まあでもこちらジャレ持ってるので、まあなんだかんだ戦っていけるかなと思いまして、まあ戦っています。で、これはね、ここまでゲージ貯めたら一発でも入れとかないともったいないので、これは防いでいって、で、ここであれですね、ジャレつくを打っていくかなって感じですね。だけどここでジャレつくを打っていって、うん。まあダメージを与えていって、で、どうかな、うん、相手、今、あれですね、冷凍ビーム打ってきたのかな、うん、多分冷凍ビーム打ってきたと思うので、うん、次も冷凍ビームで来るんじゃないかな。多分、はったりかましてくると思うんですよね。なので、これはね、受けていこうと思います。うん、まあ、うん、受けていくかな。うん、そうですね、うん。結構早いんで、これ冷凍ビームだと思うんで、これ受けていって、で、まあ、これギリ耐えるので、ここであれですね、ジャレツクを打っていって、この一発大きいですよね。これを入れるか入れないかだけで、まあ、シールド剥がせますし、あとはダメージ与えるとかね、どちらかのタクが取れるので、これであれですよね、対面突破できて大きかったですね。で、ここで相手が出してきたのはナバズンだったので、まあ、ナバズンには、あれですね、ブラッキーですね。うん、シールラード取られてしまってはいるんですけれども、まあ、ナバズンとブラッキーであれば、まあ、ブラッキーの方が、まあね、戦っていけるかなということで、まあ、ここはブラッキーですね。まあ、ゴースト出すわけにはいけないのでね、ここはブラッキーで戦っていくと思います。で、ここでイカ様を打っていって、で、相手どうかな、一発ぐらいは受けてくるかな。まだ全然 HP 残ってるので、これは受けてくるんじゃないかなと思います。だけど、これは相手受けてきて、で、結構溜めてますね、相手。うん、吹雪かもしれないんですけれども、まあ、ブラッキーの耐久であれば、まあ、全然 OK ですね。こちらも、シールラーもゴーストに取っておかなきゃいけないので、これはね、ブラッキーを信じ切って、戦っていくって感じです。で、ここで相手が、エアムロを出してきたので、まあ、こちらイカ様で返していきますね。だから、ここイカ様打っていって、で、どうかな、うん、これも受けてくるんじゃないかな。受けてきますよね。うん、で、次の相手の技が、まあ、ここでブレイブワード打ってくるってことはないと思うんですけどね。どうかな、うん、まあ、打たれたとしても多分ね、ブラッキーの耐久ならこれ耐えてくれると思うんですよね。だからこれは受けていこうかなと思います。だけで、これは受けていって、で、これゴッドバードでしたね。うん、だからでもブレイブワードだったらこれ耐えなかったな、多分。うん。よかったですね、ゴッドバードで。で、まあ、ここイカ様打っていって、で、これは相手張ってくるかな。張ってきますね。で、まあ、ここまで削れば、あとはもう、シールドね、差があるんですけれども、あ、差があるというよりは、一枚同士なんですけれども、このね、エアムのね、ガン起点に、ゴーストでね、ゲージをめちゃめちゃ溜めて、戦っていくっていう動きをしないとちょっとね、辛かったので、これは技打たれの覚悟の上でゴーストで出していって、ガン起点しましたね。で、ここは相手多分シャドーボール怖いと思うので、ここはシャドーパンチで、一発ブラフを入れていって、相手のシールドを剥がして、で、戦っていくって感じですね。で、相手は、吹雪吐いて去っているので、多分ゲージ溜まっていないと思うので、これで、あれですね、シールド剥がしたんで、ここのシャドーボールを打っていって、まあ、これで終わりになるんじゃないかなと思いますね。ゴーストの火力ならね、多分ね、ナマズに刺激なんじゃないかな、この HP なら。そうですね。うん。というわけで、まあ、対戦ありがとうございました。うん、今のは、あれですね。うん。勇気のゴーストが良かったですね。うん。出していったっていうところが。で、まあ、3戦目なんですが、これあれですね、問題の対面ですね。うん。オープニングでちょっと見せたやつなんですけれども、うん。これね、勝ってた試合なんですよね。本当は勝ってた試合なんですよ。うん。まあね、まあ、しょうがないですね。だけど、まあ、こちらマリルリで、相手デオキシスですね。まあ、これは、どうなのかな、一応、勝ってるのかな、勝ってるのかな、まあ、五分だとは思うんですけれども、うん、多分勝ちきれるかな、10万ボルトがどうかなって感じなんですけれども、まあでも一発なので OK なので受けていって、で、戦っていきますね。で、こちらジャルツク搭載しているので、まあこれはもうジャルツク安定ですね。なのでこれジャルツクっていって、相手も一発なので受けてくるんじゃないかな。どうかな、うん。
で、ここで打っていって、まあ、相手に、まあ、ダメージを与えるので、シールを剥がすなりしたいんですけれども、ちょっと固まってますね。まあ、でも、うん、防がれちゃいましたね。で、まあ、どうかな、相手ね、2発目はね、ブラフで岩ダメージを打ってくるんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、とりあえずこちらはジャルスクを打っていって、で、予想を見るって感じですね。まあ、これで、相手がシールを張ってくるようであれば、まあ、シールラード取れますし、まあ、当たったら当たったら OK かなって感じですね。で、どうかな、相手ね、多分ね、これブラフだと思うんですよね。まあ、10万ボルトだとしてもシールダードを持って、まあ、エアモードで戦おうかなと思ってますね。いや、ゴーストかな。ゴースト6ケースね。ね、これ10万ボルトじゃない、岩流れでしたね。で、まあ、ここまで削れば、もう勇気のゴーストですね。相手の裏がちょっと何か分かんないんですけれども、次の技が飛んでくる前にこいつをガン起点にして、シールダードで2枚持ってるので、まあ、ゴーストで少なくともシールを削ることができるので、ここはゴースト出していきました。で、ここでブラフでシャドウパンチを打ったんですけれども、これね、シャドウボールでも良かったかもしれないですね。多分ね、シャドウボールを打って2発打っていくっていう動きの方がもしかしたら良かったかもしれないです、うん、で、相手張ってこなかったですよね、うん、で、ここでシャドウボールを打っていって、まあさすがにこれを張ってくるかな、うん、でも、まあ、これ張らせれば相手のシールを剥がし切ることができるので、まあどうかなって感じですね、うん、ただこの、マイキーはちょっと厄介かな、うん、エアムドがね、効果今一つになっちゃうので、うん、そこだけ厄介かなって気がします。で、まあ、ここでシールを張っていって、で、こちらはどこから開始のシャドウパンチが溜まるので、まあ、それ打っていきたいんですけれども、相手の岩ならが先でしたね。まあ、これ防いでいけますね。で、まあ、これさえ防いでしまえば、マーキーはとりあえず倒せるかなって気がします。うん。なので、まあ、これ防いでいって、で、まあ、ちょっと起点にさせてもらって、で、まあ、これ、シャドウパンチ打ったんですけども、これ、交代されましたね。うん。で、相手出してきたのは何かな、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、うん、とりあえずね、これ当てるしかないですね。でもこれ打っていって、で、出してきたのが、トロピウスだったの、これはブラッキー合わせてきます。これはね、相手葉っぱカッター型なので、これ負けちゃうんですけれども、まあ、ゴーストで戦うわけにもいかないですし、あのまま、うん、ブラッキーっていうかマリリアも瀕死なので、これはあれですね、ブラッキーで戦うしかないですね。というわけで、まあ、不利は不利なんですけれども、まあ、なんだかんだ追い詰めることができるかな。まあ、ブラッキーのね、耐久ならね、やっていけるかなと思いますね。まあ、一戦目でもお話ししたんですけども、ブラッキーってやっぱりね、出し負けた時に相手がね、アライア予測じゃなければ、まあ、そこそこ戦っていけるっていうのが、やっぱこのポケモンの強みですよね。硬さと、なんですかね、攻撃のバランスがちょうどいいっていうね、ポケモンなので、もうとりあえず、出し負けたらブラッキーっていう動きは、丸いのかなっていう気がしますね。で、まあ、ここは、まあ、溜まったんですけれども、これね、倒すと、今度はマッキョにね、どんどん起点にされてやられちゃいそうだったんで、これはね、あえてね、やられていきましたね。うん、やられていって、で、ゴーストでね、こいつを起点にしてやろうと思ってます。そうすることで、マッキョにね、いち早く打てるので、ここはゴーストを出していって、で、このトロピースを起点に戦っていって、で、相手におそらくね、そうですね、ガラルマッキを出してくると思ったので、ここマリルに出していって、で、これ相手ね、ゲージ吐かないと倒せないので、これはゲージ吐かせて、で、裏からゴーストを出していって、今溜めたね、シャドウパンチを当てていけば、このマッキを倒しきって、で、後のね、トロピースはもう1引っかきなので、まあ余裕ですよね。だけど、まあここでシャドウパンチを打っていったんですが、まあね、なんすかね、このバッテリーのね、って感じですよね。うん、これね、マジ、ちょっとね、まさか自分のスマホにね、シール貼られて負けるとは思わなかったですね。うん、というわけで、まあ、対戦ありがとうございました。うん、まさかね、もうあんなグッドタイミングでね、自分のスマホにシール貼られるとは思ってなくて、ちょっとね、やられちゃいましたね。まあ、5バトルリーグやるときは、環境を整えないとダメですね。充電をしながら、まあ、スマホが熱くなったらすぐ冷やせるように保冷剤を用意して、充電の減りをね、最小限に抑えて、戦っていくっていう、教訓ですね。だけどまあ、次の試合なんですが、こちらマリルで相手、ラプラスですね。これね、相手が普通のラプラスだったら出し負けなんですけれども、これシャドウなんですよ。うん。シャドウも全然わかんないですね。で、これ相手ね、めちゃめちゃゲージ溜めてるので、これおそらくね、ロケットですね。うん、ロケットなので、まあ、ロケットはとりあえずね、ブラッキーで受けていこうかなと思います。だけど、ここでブラッキー出していって、まあ、案の定ロケットでしたね。で、まあ、ロケットはね、マリリリ食らうよりはブラッキーで受けた方が OK なので、まあ、これはブラッキー、硬いブラッキー出していって、うん、で、案の定ロケットだったのこれもう正解でしたね。これは勝てるんじゃないですかね。多分突破できると思います。で、ここでブラッキーが、イカ様打っていって、で、どうかな、相手ここでもう一発打ってくるんですけれども、さすがにね、これ2発目のロケット間に合ってないと思うので、これは波乗りですね。なので、これは受けていって、で、あれですね、戦っていきますね。もうブラッキーの耐久舐めちゃダメですよね。うん。
で、どうかな、うん、ここまで削っていったらバックアウトだけで削ろうかなとも思ったんですけれども、次の技飛んできちゃいそうだったので、ここはもうあれですね、イカ様打っていきます。で、これ相手守ってきたらなかなかですよね。と思ったらこれ守ってきて、この HP のラプラス守るっていうのは、もうなかなかっすよね。うん、ちょっと信じられなかったですね。まあでも、これもう一発、イカ様打ってたので、これ大きかったですね。これで守ってきたらさすがにちょっと変態かなと思います。うん、そうですよね。ここはあれですよね。やられますよね。で、ここで相手が出してきたのがエアームドで、まあエアームドだったら、まあマリルリで戦っていくしかないですね。うん。で、ここでマリルリを出していくんですが、まあこちらシールライドを持っているので、まあ一応有利かな。うん、多分有利だと思うんですよね。うん、で、まあ、どうかな、相手、ここでまあ、打ってくるんですけれども、これゴッドバードだと思うので、まあ、これは受けていこうかなと思います。うん、で、まあ、これは受けていって、で、こちらは、ハイドロポンプを打っていきます。で、これで、相手、さすがに張ってくるんじゃないかな、どうかな。これ張ってこなかったら、多分ね、裏がね、マリルリに弱いですね。で、これ張ってこなかったので、これ裏マリルリに弱いですね。うん、じゃなきゃね、ここで貼らない理由がないので、うん、ここはもうゴースト出していって OK かなって気がします。で、ここで相手が出してきたのは案の定あれでしたね、トリデプスでしたね。うん、これはマリルリ残して正解でしたね。うん、これマリルリ残してなかったら多分負けてたと思います。うん、で、まぁ、ここで、ゴーストのね、火力を生かして、まぁ、どんどんシャドーボールなシャドーパンチをどんどん打っていって、で、こちらね、シールラードを持ってるので、まぁ、戦っていけるんじゃないかなと思ってますね。で、さすがに2発目のシャドーボール間に合わなさそうだったので、ここでシャドーパンチを打っていきます。で、これはどうかな？相手受けてくるかな？受けてくるんじゃないかなと思います。もう相手エアームドにシールを残すっていう動きが丸いと思うので、あれですね。で、こちらはどうかな？この HP のマリルリ、ちょっと辛いは辛いんですけれども、まあ、シールラードを持ってるので、なんとか戦えないかな？どうかな？って感じですね。だけど、ま、こいつはね、泡だけでなんとか倒していって、で、あとは裏のエアームドと、一騎打ちになるんですけれども、これはね、あれですね、シールドっていうか、あれですね、技を打ったら負けですね。うん。技を打ったらどうせシールドで貼られてしまうので、これはもう技を打たずに泡だけで削っていった方が OK ですね。で、相手はここで技を打ってくれたので、この分ね、こちらがね、先んじていけるんじゃないかなと思ってます。というわけで、勝てましたね。うん、対戦ありがとうございました。なかなかこちらの思惑通りね、なんすかね、ブラッキーを出して、後追いでゴーストみたいなことができてないので、まあ、なんとかしたいなと思ってるんですけれども、どうしちゃったんすかね、あんだけ格闘ポケモンいたのに全然いなくなっちゃったんですよね。まあ、しょうがないですね。だけど、こちらマリルリ出していって、相手がこれ、シャドウスリーパーですね。これは、ま、出し負けてるので、まあ、絶対ね、雷パンチ来てると思うので、これはブラッキーチャンスですね。ブラッキー後追いチャンスだと思うので、ここはブラッキー出していって、で、相手が出してきたのが、まあ、格闘じゃなかったんですが、まあ、ラグラージですね。まあ、でもこれは OK なんじゃないかな。むしろこれ対面取れると思いますね。こちらは先に出てますし、相手のハイドロカノンね、耐えられるので、これ受けていって、こちらね、どんどんイカ様打っていくことによって、これね、多分ね、最初の出し負けのタイミングひっくり返せると思ってます。だからこれブラッキーで、まあ、イカ様打っていって、で、これどうかな、一発目張ってきましたね。相手もちょっと危険を察知したのかもしれないですね。ただね、こちらも先に出てるので、どんどんイカ様打っていきますよね。で、さすがにね、二発目はね、これ張ってこないんじゃないかなと思います。だけどここでイカ様打っていって、ダメージを与えていって、で、どうかな、相手結構溜めてきてるので、これヘドロかもしれないですね。まあ、でもヘドロでもこれ耐えるんで、まあ、これ受けていきますね。で、まあ、実際ここで打ってきたのが、まあ、ヘドロだったので、まあ、OK ですね。まあ、これね、ブラッキーはさすがの耐久ですよね。このポケモン使わないってマジないっすね。じゃあなんで使わないのかって言われたら、まあ、っていうのはあるんですけれども、でもこれほんと強いっすね。で、まあ、これ、イカ様入れられたので、これで、あれっすね、相手のラグラージを倒して、対面突破できて、しかもシールドまで剥がせたの、これ大きかったっすね。で、ここで出てきたのが、エアムドで、最後にね、このサイコッペでね、イカ様を打っていけたので、これも大きかったっすね。で、まあ、これ相手さすがに貼るわけにいかないので、と思ったこれ貼ってきましたね。まあ、でも OK っすね。で、ここでマリルリを出していこうと思います。で、これ相手ね、おそらくゴッドバードかな。まあ、ブレイブワールド可能性もあるんですけれども、これ受けていって OK っすね。で、これ受けていって、で、まあ、ゴッドバードでしたね。で、まあ、スリーパーが戻ってくるので、まあ、これはね、受けていこうかな。あ、でもこれ貼るかな。これ、あれですね、多分ハイドロポンプ打てるので、これ貼っていって、大体、あれですもんね、シールド残ってないので、これ貼っていきますね。で、ここでハイドロポンプをぶち当てていって、相手に大ダメージを与えて、で、こちらはもうマリルリを切りますね。マリルリは多分、
相手の雷パンチでやられてしまうんですが、ここでハイドロポンプを入れたことによって、相手のスリーパーが瀕死になるので、うん、で、あとはもう、この HP の、あれですね、スリーパーを起点に、ゴーストで削っていって、裏のエアバノに一発ぶち当てていくっていう動きでもう、これは勝てると思うので、これはもう、そういう感じで戦ってきます。と思ったらこれね、スリッパ突破しちゃったんですよね。うん、これ突破しない方が良かったんですけどね。うん、まあ、ヤームの元気いっぱいなので、まあちょっと辛いんですけれども、まあこれは、あれかな、うん、ブラッキーを盾にすればまだ戦っていけるかな。うん、あるいはこちらのシャドーボール一発ぶち込めば、シールド使って、うん、戦っていけますね。うん、と思ったら、まああれですね、シールドハロット、シールドじゃないや、ブラッキーシールドを使おうと思ったらこう撃たれてしまったんですけれども、まあでも OK じゃないですかね。ゴーストの攻撃力なら相手の HP をね、結構削っていけるので、ここ削っていって、このシャドウボールをぶち込んでさえしまえば、あとはもうあれですね、相手のゴッドバードより先に、シャドウクローだけで削り切れるので、こちらの勝ちですね。と思ったらこの一発で落ちていきましたね。うん。というわけでも対戦ありがとうございました。いやーもうね、うん、びっくりしましたよね。うん、あんなタイミングでね、なんすかね、セーブモードにしますかみたいな出てきて、で、ゲージ技打てずに、マッキョに逆転されてしまうみたいなね、あそこまでゲーム作っといてやられるかっていうね、うん、なんすかね、神様っていないんだなって思いましたね。うん、やっぱりね、まあ、今回ね、そういう目にあってみて思ったことが、ゴーバトルリーグやるときは、マジでね、あれす、すべてを整えてダメですね。まずは、さっき言ったように、まあ、充電が切れる可能性があるので、しっかり充電しておくこと。うん。で、まあ、充電しながら、私の場合は録画しているので、熱を持ってしまって、電池入れが早くなってしまうので、まあ、氷枕ですよね。保冷剤や氷枕を用意して、スマホのね、カクカクをなくしたりですとかね、うん、充電のね、減るスピードを減らしたりするっていうのがまず、うん。で、もう一つは、メンタルですよね。メンタル。うん。やられ始めたらやめてしまうっていうのはね、これ大事です。なんすかね、イライラしながらやると、まあ、絶対勝てないので、まあ、やられ始めたらやめる。うん。で、なんか、ちょっとね、息抜きをしてからもう一回潜ってみるみたいな、うん、のが、やっぱ、あれですね、うん、ゴーバトルリーグはね、今回なんか特になんか自分との戦いでしたね。うん、もう完全にね、スマホにやられたなっていう感じがあったので、まあ、なんかもう PVP 芸人みたいなことやってしまったんですけれども、まあでも、まあネタとしてはね、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。で、まあ今回のパーティーなんですけれども、まあ、コンセプトとしては、マリルリを初手で出していって、まあ出し勝ったらそのままマリルリをしていって、で、出し負けたらブラッキーを引いていって、で、まあブラッキーに後追いしてくるポケモンが、まあおそらく格闘ポケモンであることが多いので、まあそれを、戦っていって、で、まあ、ブラッキーで取っておきでどんどんシールド剥がしていって、シールドアードを取った状態で、まあ、ブラッキーはやられていって、で、まあ、ゴーストを出していって、で、ゴーストで換気点にしていって、で、ゲージを貯めて裏のポケモンにどんどん圧をかけていくっていうのが、今回のパーティーのコンセプトだったんですけれども、まあ、ちょっとね、思ったよりにはいかなかったんですけれども、まあ、でも、うん、まあ、思った通りはいかなかったけど、半分ぐらいは、まあ、それに近い動きはできたんじゃないかなって気がしますね。やっぱりね、ゴーストのね、火力って、とんでもないですよね。うん、ちょっと出ては後ろに下げて、ちょっと出ては後ろに下げて、みたいな感じでゲージを貯めて、で、ちょっとやばかったらシールド貼って、みたいな。で、まあ、シャドーボール打ち逃げ、シャドーパンチ打ち逃げ、みたいな感じで、シールドを剥がしたり、揺さびをかけていくっていう動きが、やっぱゴーストのね、最大の強みだと思うので、うん、今回はそれが、まあ、ちらほら、うん、完璧ではなかったんですけども、出すことできたんじゃないかなと思います。うん、そうですね、うんうん。まあちょっと、まあ、ギミックパーティーみたいな感じで、まあね、作ってみたんですけれども、まあそこそこ戦えたので、まあ良かったんじゃないかなと思いますね。というわけで、まあ、いかがでしたでしょうか。今回の動画が、ね、良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しましては、記事にして概要欄に貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。